が滑舌悪いです。じゃあ、はい、ああ、そうですね。チャロチャロ、チャロチャロ。途中で足がしびれたかもしれない。現場感覚あげたりしてるんですけども、今回はメンバーとても仲良しでみんなでゆるゆる集まってキャンプフランしてるんですけど、みたいな感じでそんなみんなと一緒にこちらの法廷キャンプに来させていただきました。ありがとうございます。では私からご紹介させていただきます。順番はメンバーに言ってないですぐ出てくるかどうかですはい、意外とキャンプが好き、バイクも好き、最近ピンマップデザインの人気店とサーカス PC とコラボされて、今日は次の関東どころ今週初お披露目となっております、夏さんです。やっほー、皆様夏と申します。今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では続いて、まあいっか、夏すぎません、ゆるゆるとしたい楽しみたいのソロキャンプを YouTube で発信されているまるみのキャンプまるみさんです。どうぞ。アウトドアライター業をこなすネギが大好きな丸七さんです。どうぞ。はい、こんにちは、丸七です。おととい北海道からフェリーに乗ってまいりました。これから四国に行く予定でございます。すごい。はい、車中泊雑誌カーネルで最近ライターをしております。表紙にもなって、あそこでも売ってて、ステッカーも売ってるんで、もしよかったら車も見せてください。よろしくお願いします。地域の魅力とアウトドアを掛け合わせて発信するプロの地域創生アドバイザーでありながら、最近は愛猫のキツキちゃん、猫ちゃんですね。キツキちゃんの投稿からも目が離せない川本美ちゃんです。どうぞ。こんな紹介良かったかしら。めちゃめちゃいい人だ、紹介されてる。僕も大丈夫ですかね、こんな感じなんですけど。こんにちは、こんにちは。こちらのソラルサンバーディアスドラゴンという車で車中泊キャンプをしております。ちょっとですね、今日のイベントで試したいことがあって、皆さんの反応次第でちょっと決めようかなと思ってるんですけど、ちょっとだけですよ、呼び方ですか。YouTube を私やってるんですけど、 YouTube のオープニングのご挨拶で、ちょっとおしゃれなやつを決めようかなと思ってます。皆さんね、ブンブンハロー YouTube みたいな、そうそうそう、チョモカとかナマステチョモカですみたいなやつを、ちょっと皆さんの反応で決めますんで、ちょっとよろしくお願いしますね。はい、それではいきます。はい、皆さんこんにちは。今日もウキウキ、明日もウキウキ、どうもウキでーす。決定でいいですか。ありがとうございます。よろしくお願いします。アドバイスさんと何か言ってあげてください。はい、
を旅しながら年間300日、中古の大きなキャンピングカーに泊まりする北海道女子。先日は自撮り棒を降りつつも琵琶湖を徒歩で一周した無尽蔵の体力を持つ梅野さんです。どうも皆さんこんにちは。年間300日、あの黄色いキャンピングカーに住んで6年梅野です。本日はですね、女子の部屋でもある私の車展示してますのでゆっくりご覧ください。はい、続いて愛犬キャバリアキングチャールズスパニエルのペコちゃんのために東京から湘南へ移住、キャンピングカーライフを楽しんでいるゆうたびファミリーさんからペコちゃん、嫁たびさん、ゆうたびさんです。どうぞ。かわいい。皆さんこんにちは。湘南とやってきました。ウペとユーとハイエースという YouTube チャンネルをやっている、梅旅です。嫁旅です。ペコです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。とても人気、日本キャンプ協会公認インストラクターであり DIY も得意で何でもこなせると思いきや、語彙力が足りなくていろいろうまく表現できないらしいプチッとキャンプインさんです。どうも皆さんこんにちは、プチッとキャンプのヘリです。語彙力ないので手短にお話しさせていただきます。真ん中ら辺にあるハスラーに、乗って、いろいろ郊外中心にキャンプをしたりだとか車中泊を楽しんで、してるところでございます。またよければお話いろいろできたら楽しいかなと思うのであちらへどうぞお願いします。あれ、キャンプ好きだよね。あ、そうなんです。キャンプ始めたきっかけがゆるキャンプきっかけで、本当にここの校庭でキャンプできるっていうのもすごく嬉しくて早速あっちのブースで T シャツを買ったくらいすごくワクワクしているので、ゆるキャン好きな方もぜひお話ししましょう。体がね超可愛いのでぜひ見てってください。ありがとうございます。外遊び、特にサップと旅をこよなく愛するアウトドアメーカーのモデルも務める超美人、細部までカスタムされた愛車のトリップ号と一緒に来てくれました、よしみりんさん。こんにちは、よしみりんです。なんかもう超美人くらいとかもしかしてよろしくお願いします。おかみちゃんとはよくいろいろとお仕事とかプライベートでもご一緒させていただいて仲良くさせていただいて、それでは一緒に今回のサウナ、サウナ、テントサウナとしていろいろと参加してます。本日はちょっとあっちの奥の方なんですけど、日産の NV200 トイップ号っていう名前なんですけど、私の車中泊仕様の車を展示してるのでよかったら見に来てください。いろいろ何でもどこで買ったのとか、どこが DIY とか何でももし質問あったら聞いてください。よろしくお願いします。続いて、釣りが好きすぎて K のキャンピングカーを購入、ルアーで大物を狙いまくる女子、雑誌カーネルで食べるまでが車中泊、キャッチアンドスリープも連載中のサオリンゴさん。皆さんこんにちは、サオリンゴです。特に何か言うことはないんですけど、この2個左の青い車が私の車です。後ろから覗けるので後でよかったら遊びに来てください。続いて、趣味のキャンプと死んだふりと福袋の開封動画を YouTube で公開、ファミリーだけでなくご夫婦それぞれソロキャンプもされる荒波ファミリーの荒波さんです。どくも来る一緒に、イエーイ。こんにちは、キャンプと福袋と死んだふりが好きな荒波と言います。よろしくお願いします。最近死んだふりは、ね、特にやってないんですけど、昔の動画がまだ残っているのでよかったら YouTube の荒波フィルムズと荒波キャンプと2チャンネルありますので見に来てください。今日は緑色 のティファニーブルーって言われたりもするんですけど、可愛いテントを持ってきたのでぜひ中も見に来てください。よろしくお願いします。お願いします。テントを担いで世界一周中、現在訪れた国は72カ国、来週には南アフリカ共和国に飛び立つご夫婦、あやたんさんとデイビッドさんです。こんにちは。ネクタも来る。はい、はじめまして。ただいまご紹介に預かりましたあやみとペコです。はい
はい、私たちも特に言うことはないんですけどあでもあの一番右のりんちゃんの隣の MSR の緑のテントで、世界一周をしています。で、写真をトートバッグにプリントしたものを販売してますので、もしよければ遊びに来てください。ありがとうございます。はい、で最後に私あの名乗るの忘れてましたが、名乗りましたっけ、名乗りましたね、分かんない社長のホンダバモスホビオで車中泊したりキャリーバッグでキャンプしたりしている森風美と申します。愛犬のボーダーコリーのうどんちゃん、どんちゃんですね、と一緒にいろんなところに行ってます。よろしくお願いします。Thank you.
ございます。飲みましょう。そうそう。月とかもあるんだよ。でもなんか柄の方がいい。こういう波と、これなんだ。放射線。放射線状の。海と朝日的に。真ん中朝日の上と上下にこれ。ずっと回すとかできるかな。ずっと回す。波波って言うんですけど、こう波がこう、はい、波打ってこうパシャンってなってるのをこう柄にしたネットがある。これですね。これだ。これがこれがこれだって。綺麗だね。これすごい雪柄なのか。これは。上下で回しつつも回しつつも真ん中にこれな感じで白いやつ浮かれてるやつ浮かれてるほうがじゃあ浮かれてるやつにしますはい、でも浮かれてるのの好きなのを選んでください。あ、そうなの。はい、やってもらう。あ、分かる。すごい、はい、すごい慣れてるでも何年もしばらく変わってない。あ、楽しい。楽しいこれやってるとこの写真とかインスタとかに。あ、全然。真ん中ですか、下ですか、どちらですか。可愛くないですか。違うです。すごい素敵。あら素敵。すごい。あ、そうだ。やったね。いい感じですよ。可愛い。はい。すごい。はい。じゃあそこの花。いや、花から。結構いい感じ。いい感じ。すごい。もう終わりか。いやもういや、ちょっと待からや。夜通年どういう模様がいろいろあるの。え、なんかね、自分でね、合わせられる。自分でこれ構成考えられる。全部説明しようよ。あ、可愛いね。なんかほらほら、これ可愛い。可愛い。これが多分これなんですね。ちょっと大きい。これだ。これ魚を表現しよう。魚をもはや元からあるものをカットして、スワンザーもう出てこない。確かに水じゃ濃いから。おー、かわいい。
Every day should be like a hovering cloud.竹の匂いにもつられたかもしれない。ペコがすごいこの竹くずを食べたかった。あれ、美味しいものに見えた。そうそうなんかちょっと甘い。こぼしてみてください。このこれはね、あれだ。あ、じゃ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 あ、どう？もうここにもう一個この3つがあった方がいいかないかな、また最後最後に泡3つ、うん、いるいらないどう思います？あった方がいい、あった方がいい、あった方がいい。そしたらここにももう一個なんかあった方がいいかな、実はどう思う？リンゴちゃん、大丈夫お任せします、ね、センスは。で、あげくフリーハンドでやる。センスもお任せです。わあ、うまい。ね、おだて上手やね。こうね、こう、おじさん、おじさんの横についてさ、すごい、すごいって言って。はい、でもね、そうかな。もう入れちゃおうかな。リンゴちゃんのためにさ、メッセージです。あ、この辺でね。あ、そうそうそう、この辺ですか。 I know I'm better off living without your love. はい、まあ、完璧。どうすかこれ、完璧でしょ。これができ上がる。完璧じゃわかんないかも。ありがとうございました。